本日休演は、フランシス・ピカビアによるバレエで、エリック・サティが作曲した。サティの最後の作曲作品である。初演は、パリのシャンゼリゼ劇場でバレエスエドアによって1924年11月29日に行われる予定だったが本当に休演になった。これは主要なダンサーで振り付けもいったジャン・ビョルリンの病気によるものだったが、これもダダイストの悪質な冗談だと思った客が、 騒動を起こした。同年12月4日に、ようやく初演となった。振り付けも台本もダンサーの即興で行い、背景には370枚もの反射鏡が貼られ、ほとんど何も見えなかったらしい。ピカビアが雑誌391に載せた広告では、観客にサングラスと耳栓を用意するように指示している。劇の幕合には映画が上映された。 その映画、幕合では、ラクダが引いた霊球車から、ジャンボル・ランが飛び出したり、テラスでマンレイとマルセル・デュシャンがチェスをしたり、空からエリック・サティとフランシス・ピカビアが降りてきて、パリめがけて、大砲を撃つなどといった、全くストーリー性のない作品となっている。監督は、後のフランス映画の巨匠で、この時期は、シュルレアリスムの影響下にあったルネクレールである。サティは、 バレエと映画の両方の音楽を作曲した。この作品により、親友のロラン・マニュエルは、サティの指示をやめた。音楽批評家はこの作品のスキャンダルさえももみ消そうと、したようである。ただし、この作品を、ダリウス・ミオーは称賛していたようである。ありがとうございます。